ついに修行か。まずは場所を変える。滝の裏に移動するぞ。了解。滝の裏？その修行僕も付き合っていいですか？ OK。 まあ滝の裏って、まずはしっかり行動、そしてびっくり動揺。お？ナルト、とりあえず行ってみよう。すっげえ。滝の裏にこんな遺跡があったとは。それでここではどんな修行？ここで九尾と戦う。え？九尾と戦うって？まさか無茶なことするんじゃないでしょうね。無茶しないでコントロールできると思うな。バカ野郎、この野郎。ここは昔から人中力に選ばれた者が禊を行う神聖すぎる場所だ。しかし大和隊長、俺は九尾の力をコントロールするためにここへ来た。これは俺にとっても大切なことだ。逃げらんねえ。ナルト。よし、まずは美獣と対話する。この先にある建物に行くぞ。おっ。この中へ入って座って目を閉じ集中する。そうすれば美獣に会うことができる。いよいよだってばよ。ナルト、本当に大丈夫なのか？俺は一度言ったことは曲げねえよ。ふん、OK。 それじゃあ中に入るぜ。第4章、ナルト出生。俺の話をよく聞け。説明。ナルト、お前に施された九尾の封印術はどんなのだ？絶望。封印術？師匠封印です。師匠封印か。立派なもんじゃねえ。俺様の鉄鋼封印より硬いな。やはり封印を解くんですね。もしコントロールがうまくいかず九尾が完全復活したらどうするんです？この場所に閉じ込め封印する。ここはそういう場所でもある。ここに封印するって？しかし。そうはならねえよ。俺がやってみせっからよ。ナルト。よし、そろそろ扉を閉める。これから九尾とのやり取りを教えてやる。ナルト、お前に簡単。ルールは簡単。精神の中で九尾と挨拶したら
まず封印を解け。キュービが封印から出てきたら、自分のチャクラでキュービのチャクラを捕まえて引っ張り抜け。チャクラはチャクラでしか捕まえられねえ。この常識。キュービから直接キュービのチャクラを奪えばいい。それ勝利。言っとくが、チャクラを取ろうとするときは逆に引っ張り取られる危険もあるぜ。こっちが全部抜き取られてチャクラがゼロになったらどうなるか、説明はいらねえな。おお、相変わらず目つき悪いな。ナルト、貴様、本当のお前はどこへ行った？感じないぞ。ここにいるだろ。お前の目の前によ。どういうつもりだ？もう分かってるだろ。そうか、わしの力をコントロールするつもりだな。わしに勝てると思っているのか？俺様も戦いに参戦。オーライ。おっちゃんのサポートがあれば有利に戦える。もう俺は。この戦いは絶対に負けられねえ。一人より二人でやった方が確実に決まってる。おっちゃんの力を借りるのも一つの手だけど、ここは俺一人の力でやりたい。B のおっちゃんには悪いけど、ここは俺一人にやらせてくれ。あえて進むか、修羅の道だけど、ナルトの力も全くの未知。OK、その可能性を信じて手出しはなし。やるのはアドバイスの話だけ。うん、サンキューだってばよ。 OK、 お前の気概を汲み取る。俺様ナイスガイ。行ってこい。
戦闘開始。いいか、やるべきことはそう難しくない。バカ野郎、この戦いはキュービのチャクラを奪うの。もっと今のキュービは元気で難敵。まずは奴の体力を削るのが優先。出ないとチャクラは奪えません。キュービの攻撃はかなり熾烈。それをかわして近づく。シェット分かったってばよ。わしの力をコントロールするのは土台無理なことだし、わしからすると貴様は小さな存在。やっぱすげえなキュービー。押されんじゃねえ、バカ野郎。この野郎、貴様の中の憎しみをもう一度呼び起こして。お前はわしをコントロールすることなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部にすぎる。これは。
あなたはここにいていいのよ。ナルト。